九州大学は福岡県福岡市西区元岡744番地に本部を置く日本の国立大学である。1911年に設置された。大学の略称は九大。後期九州大学は1949年に旧正九州大学等を包括して設置された国立大学である。1867年に設立された。 賛成感を起源とする九州帝国大学を直接の母体としている。九州帝国大学の初代総長は東京帝国大学の総長と明治専門学校の初代総裁を務めた山川健次郎である。2003年に九州芸術工科大学を九州2004年に国立大学法人による設置へと移行した。 九州大学には特に見学の精神は定められていないが、九州大学教育検証、九州大学学術検証が存在する。九州大学では1970年代、大学院への要請が多様化してきたことに対応するため、学際大学院構想を進め、1979年4月に総合理工学研究科を設置している。1991年、 キャンパスの統合移転計画が決定すると、1998年に改革の対抗案を定め、優秀な研究者の要請と研究レベルの向上を目的とする大学院重点化を行い、2000年に学府研究院制度を導入した。この制度は、研究機関としての大学院組織を、研究院、教育機関としての大学院組織を、学府に分離する内容。 必要に応じて、簡易に組織改編ができるようになり、研究員には、教員が、学府には、大学院生が、学部には、学部生が所属し、教員が、学府や学部に出向する形で教育を行う。なお、基本的に研究員長が学府長、学部長を兼務する。1867年、福岡を当時統治していた福岡藩は医学を、教育する。 三聖官という犯行を天神に設立した。1872年に学生が施行されると一旦廃校となったものの、付属病院はそのまま継続した。同病院は1874年に周遊館の付属診療所となり、1879年には福岡県立福岡医学校の付属病院へ改組された。福岡県立福岡医学校が廃校となった後は、 福岡県立福岡病院として存続することになる6月22日、現在の病院地区である福岡県筑紫高立地予村に移転。1886年に帝国大学令が交付されると、九州に帝国大学を設置する機運が高まり、1900年1月29日の第14帝国議会において、九州東北帝国大学設置権議案が可決された。 県議案の可決後も古くから医学の盛んだった長崎県や第5高等学校が設置されていた熊本県との間で誘致の綱引きが行われていたが結局は賛成間の流れを組む福岡県立福岡病院を母体に1 9 0 3年京都帝国大学の文化大学として福岡医科大学が設置されたとしては3番目の設置その後は資金難により 九州帝国大学の設置は進まなかったが、小賀財閥から1906年に、福岡工科大学、仙台理科大学、札幌農科大学の建物建設へ寄付の申し出があり、設置の動きが高まることとなる。小賀財閥の寄付金、約100万円のうち6割ほどが、九州帝国大学工科大学校舎建設の資金として挙げられ、さらに、 福岡県の寄付金によって1911年1月1日に九州帝国大学が設立された。九州帝国大学の初代総長は東京帝国大学の総長と明治専門学校の初代総裁を務めた山川健次郎である。なお、小賀財閥の寄付金の残りの4割は札幌農学校の東北帝国大学農家大学。 昇格9月と東北帝大理科大学新設1月1日のために用いられている。こうした経緯から、九州大学では、医学部創立年を京都帝国大学福岡医科大学が設立された1903年、大学創立年を九州帝国大学として独立設置された1911年としている。1947年に帝国大学令が、 国立総合大学令に改められると、九州大学と改称した。1949年には、福岡地区に所在していた旧西九州大学、九州大学附属医学専門部、福岡高等学校、久留米工業専門学校を包括して、新生九州大学が設置された。旧福岡高等学校の施設と教員は、九州大学第一分校、第二分校と統合し、 九州大学文校、1963年より、教養部に引き継がれ、旧久留米工業専門学校は、第二文校第一文校との統合により廃止が、設置され、旧陸軍不評第48連隊弊社後に、第三文校廃止が置かれた。2003年には、国立大学法人化を視野に入れ、法律第29号により、九州芸術工科大学を九州。 2004年には国立大学法人法の規定により国による直接設置から国立大学法人による設置へと移行した。ロゴマーク九州大学のオリジナルグッズ芋旧九州大学は2011年に創立100周年を迎えた。九州大学創立100周年記念事業として九州大学基金を創設し以下の事業を行っている。 教育研究環境の整備充実社会人等の受け入れ推進産学連携、地域連携等の推進国際交流の推進100年史の編纂記念式典等の実機環境育員、主体的な学びのできるアクティブラーナーの育成のための実践、研究組織、創立100周年を機に2011年10月に設置された。2016年7月に、 文部科学省教育関係共同利用拠点、次世代型大学教育開発拠点として認定されている末までの予定。学部学部一覧21世紀プログラム21世紀プログラムは、専門性の高いゼネラリストの育成を掲げて、2000年に学士課程に設置されたコースである。各学部から1名から数名の入学定員を割り当てられ、英語入試によって学生が選抜される。 また、他学部の1.2年時制の21世紀プログラムへの転籍制度もある。21世紀プログラムに入学した学生は、学籍の管理上いずれかの学部に学籍を置くものの、21世紀プログラムの学生として扱われ、学籍番号も固有のものが与えられる。必修科目が少なく、一部の科目を除いて全学部のほぼ全ての授業を受講することができる。 このコースを選択した学生は、大学で学ぶ内容を自主的に方向づけ決めなければならないように教育課程が設定されている。この教育プログラムは、2003年度の文部科学省特色ある大学教育支援プログラムに採択された。2018年度には廃止され、競争学部となった。大学院前日の通り、九州大学では大学院組織が研究部、 教育部に分けられている。研究員には教員が所属し、大学院生は学府に所属する。学府教育組織としての組織研究員、研究組織としての組織高等研究員、ノーベル賞級の高い業績を挙げた退職後の研究者と優れた若手研究者を支援するための学内組織。2009年10月設立。九州大学出身でノーベル賞候補に挙げられている。 新海政治、笹月武彦領名誉教授には希望に応じて研究室や研究員などが与えられる。特別准教授には23人が就任している。付属機関21世紀 COE プログラム21世紀 COE プログラムとして9件のプロジェクトが採択された。グローバル COE プログラムグローバル COE プログラムとして5件のプロジェクトが採択されている。 世界トップレベル研究拠点文部科学省は2010年7月14日、九州大学カーボンニュートラルエネルギー国際研究所を科学技術分野で世界最高水準の研究機関を目指す世界トップレベル国際研究拠点形成促進プログラムの研究拠点に選定した。毎年14億円を10から15年にわたって、 集中的に投資して世界に通用する研究拠点に育てることを目的としている。入学式と卒業式は糸地区にある地域行動で行われている。2013年度入学式までは福岡国際センターで行われていた。学園祭は旧大祭と芸校祭がある。旧大祭は毎年11月下旬に糸地区で行われるイベントで、 九大の流れを組んでいる。かつては、箱崎地区で5月11日の本学記念日を中心に、九大祭が六本松地区で6月に、学園祭はそれぞれ行われていたが、1966年に統合された。2008年までは六本松地区で開催されていたが、2009年からは糸地区で開催されている。芸行祭は九大祭と同時期に、 大橋地区で開催されるイベントで、旧芸交大の流れを組んでいる。2017年から4学期制導入に伴い、旧大祭、芸校祭ともに十0月上旬の開催に変更となる。体育系の全学公認サークルを統括する、学生組織の体育総部体育総務委員会が存在する。同窓会九州大学の同窓会には、13の 部局別同窓会とその他地区別に組織されている同窓会があり、九州大学同窓会連合会がそれを束ねている。1999年に設立され、地区別同窓会の設立を支援するなどの活動をしている。学士会級帝国大学の出身者及び学長、教授、助教授経験者で構成される団体として、社団法人学士会があり、 九州大学関係者も多数入会している。詳細は学士会を参照。九州大学では、それぞれの校知を地区、またはキャンパスと呼んでいる。ただし、キャンパスと呼ばれるのは、伊都、病院、地区市、大橋、別府、六本松、箱崎地区のみであり、地区という場合には、キャンパス以外の施設も含める場合がある。伊都地区、伊都地区は、 キャンパス移転計画に伴い2005年10月1日に開設された新キャンパスである。学生寄宿舎としてドミトリーアイ、ドミトリー2が設置されている。また、糸新キャンパス情報発信拠点ウィークオレンジが設けられている。正式キャンパス名は糸地区であるが、計画段階で使われていた元岡地区の故障も浸透している。糸は、 キャンパスが立地する糸島半島にあったとされる糸国にちなんで糸島市などがしばしば用いている愛称であり住所表記上の地名ではない図書館、食堂、自販機、売店、書店、ATM 等が利用可能である学生寮は2006年秋から供用されている病院地区病院地区は前出し地区、片カ,カス地区とも呼ばれる 京都帝国大学福岡医科大学の母体となった福岡県立病院の跡地である。九州大学内では最も歴史が古い地区である。病院については九州大学病院を参照。2009年9月に総工費1000億円を費やし着工から11年かけて建設された新病院棟が完成した。チクシチクチクシチク総合研究棟教育の場としてよりは、 研究機関としての色合いが濃い。かつて、筑紫地,地区への全面移転が計画されていたが、地元の反対により、断念、現在の形となった。全面移転計画当時は、春日原地区とも呼ばれていた。大橋地区大橋地区画像特殊棟、福岡県立筑紫級高等学校の用地、建物を転用した旧福岡学芸、大学福岡分校の跡地。 かつての九州芸術工科大学で芸術工学を学ぶ場所となっている。大橋、筑紫地区男子学生を対象とした学生寄宿舎としていじり寮が設置されている。別府地区、六本松地区、六本松地区本館急成福岡高等学校の跡地。教養部が解体された後も全学教育科目の大部分はこの地区で行われていた。多くの科目は 言語文化研究院、比較社会文化研究院所属の教員によって実施されていた。六本松地区で教養部、全学教育科目を履修する期間には将来の専攻に関連する講義を受けるために各学部の専門キャンパスに行く曜日があり、単位履修の関係で1日のうちに六本松と専門キャンパスの両方に行くこともあった。なお、 2009年3月に閉鎖された田島寮はこの地区にあった。全学教育科目、比較社会文化学府、研究院は2009年4月に、数理学研究院、数理学府は2009年10月に、糸地区へ移転。2009年9月29日に、六本松地区の平行式が行われ、88年の歴史に幕を下ろした。跡地は2010年3月に、 独立行政法人都市再生機構に売却された。2010年12月から解体作業に着手しており2011年9月中旬までに完了した。なお、六本松キャンパス跡地の一部に改良した六本松421の3階部分に九州大学法科大学院が移転し2017年9月25日に開校した。箱崎地区,地区内は理系地区と 文系地区に分かれていた。福岡空港16番滑走路に着陸する直前の飛行機が真上を通過する。理系キャンパスには旧大学本部や旧法文学部棟など倉田県の手になる大正時代に建てられた古い建物がいくつか残っている。九州大学の赤本の表紙にある建物はこのキャンパスにある旧工学部本館でやはり倉田の 設計で1930年に竣工した。この地区の学生寮としては、男子寮の松原寮、女子寮の貝塚寮がある。2018年9月に全学部、大学院の移転が完了した。理系地区の一部区域にある旧工学部本館、旧本部第一庁舎、正門文営所、正門については保存される計画となっており、2018年10月以降も、 総合研究博物館などが利用している。その他東京オフィスサテライトキャンパス等農場等、学術研究、産学館連携本部を中心として、企業、自治体との協力や九州大学発ベンチャー企業の支援に取り組んでいる。1945年に医学部敷地内で、米軍捕虜に対する生態解剖実験が行われた事件。ただし、 大学としての組織的関わりは全くない。1968年6月2日22時45分頃、在日米軍板月基地第313航空師団第15戦術偵察飛行隊所属の RF-4C ファントム偵察機が当時、箱崎キャンパスに建設中の大型計算機施設の建物に墜落。以後、 学生運動が活発化し、墜落基残外撤去に約7ヶ月を要した。2010年3月に2012年度の理学部数学科の入学試験において定員9名のうち5名を女性枠とすることを公表したが、法の下の平等の観点から問題があるとの批判があり、2011年5月19日に導入の取り留めを決定。広報誌として、 九大広報がある。ダイヤモンド社の2006年年9月23日発行のビジネス誌、週刊ダイヤモンド94巻36号、出世できる大学と題された特集の出世力ランキングで同大学は2006年時点で存在する744大学中、第8位にランキングされた。ありがとうございます。